回があれですね、まずやっぱりちょっとそのいいカードでねチケットは大変売れてたんですけど、ヒロ君が非常に残念だったですね。やっぱり注目カードでね、挑戦者決定戦って歌ったわけじゃないんですけどね、まあ、にふさわしい試合っていうのがやっぱりどうしてもその、ね、あの1キロ弱のオーバーで大岩が受けてくれたんで、まあ、試合の形にはなったんですけど、やっぱりちょっとね出てきたヒロ君もやっぱりちょっとね締まりのない体でやっぱり生ききれないというか申し訳ない気持ちが試合に出てたんで、大岩の方もねやりづらいみたいな、ちょっとどうしてもなんかオーバーの試合はね取り繕って組んでもやっぱり参考記録みたいな試合になっちゃうんで、それが非常に一個残念だったですね。お客さんにはもう本当に申し訳ないんですけど、まあヒロキに関しては、まあ、今でもそうなんですけど、まあ、公式計量でねクリアできなかった選手に関しては一定期間ちょっと公式試合はちょっと出場は取りやめると、まあ、半年ぐらいはちょっと休んでもらおうかなと思います。ちょっと K1 グループでの試合はちょっと組まないということで、まあ、昨日は、ね、3時までちょっと動いてもらって、あれ以上は、ね、ちょっと健康を害する恐れあったんで、それ以上は、ね、動かさなかったんですけど、まあ、これ2回やったら本当にそういう選手ってイメージがついて、まあ、試合も僕らもちょっと組みづらくなってしまうんで、すごくいいやつなんで、お客さん許してくださいとは思わないですけどね、ヒロ君の今後で、まあ、どれだけ、ね、試合で巻き返していけるかかなと思います。あと、まあ、試合に関しては僕なんか一番良かったのがやっぱりあれですね、大津選手ですね。やっぱりノックアウトのチャンピオンということでああやって上がってもらって、どの試合もね緊張感あったんですけど、やっぱりクラッシュのリング上がってきてね、勝ちもぎ取ったっていうのがやっぱりまあ大したもんだなと。僕もまあずっと試合組んでた選手だったんですけど、ちょっとその前の試合はね敗れたみたいですけど、いい試合をしてくれました。ただちょっとね顎を、皆さんご存知かどうか分かんないですけど、ちょっと顎を折ってしまって、ちょっと救急車でね大津くんちょっと運ばれていったんで、まあこの後はねちょっとどういう発表かはねノックアウトさんになるんですけど、ちょっと顎を折ってしまったんで、それがちょっと残念ですね。なんか岡会長に聞いたら2ラウンドぐらいに顎やっちゃったみたいなんで、まあそれでもね延長まで行ってしっかりね勝ちもぎ取ったんで、大津くんはやっぱりチャンピオンとしていい仕事をしてくれたと思います。斉藤龍之介にとっても今回の試合はねポイントというか、いい経験だったと思います。あと、まあチャンピオンシップですね、まあ、本戦に関しては、まあ、結構ポツポツ KO もあったんですけど、なんだろうな、そんなになんかこの選手っていうのはなかったですね。バックブローで、ね、決まったりとか、川島もね最後に松本くんねじ伏せて、まあ、あと延長で聖也くんですか、あと石田くんが、まあ、竹内選手はちょっとね、バランス崩したところにいいのもらって、石田選手見事 KO だったんですけどね、竹内くんは前回 KO だったんで今回も行くかなと思ったんですけど、ちょっと運がなくてかわいそうだったかなと思います。はい、あとは高橋と横山ですね。これは、まあ横山がなんとかダウンを取って、3ラウンドかな、ダウン取って、まあそこ分かれ目だったんですけど、高橋はやっぱり弱くないですからね、すごく最後まで分かんない試合だったですね。だからチャンピオンシップにとってふさわしい試合だったと思います。横山君が今23歳で高橋君26歳で2人とも若いんで、まあ、横山君がこれからねどんなチャンピオンに育っていくか、あとね高橋も僕はなんか負けたけど高橋の良さはすごい出た試合かなと思いますね、うん、ちょっと紙一重だったと思います。あと最後里見くんと伊藤は伊藤が38秒で KO で、まあ去年のね横浜のリプレイじゃないけど、まあやっぱりあれもね里見くんが行ったからねああなったっていうものだしね、ちょっと一瞬で里見がね倒してたかもしれないし、やっぱり久々にああいう KO でね38秒の秒で決まるっていうのはクラッシュにとってはすごい良かったと思います。だから結構その接戦が多かったんですけどね、判定までねもつれる試合が多かったんですけど、だからこそやっぱり一番最後ね38秒で決まったっていうのは非常にクラッシュにとっては良かったと思います。だからやっぱりそうだな、今日のオツリクとあとまあ2つのタイトルマッチでやっぱ感じたのは、
うん、別に後楽園の暮らしはみんな通過点じゃなくて、ここでね、キャリアが終わりになるかもしれないし、ここでね、節目というかガッとね男になるかもしれないし、だからなんか、ちょっとチャンピオンになったらね外人とやりたいとかね、じゃあ次は K1 で、ただ K1 のね前座でねまごまごやるより後楽園のメインでしっかり僕はやった方が、もちろんねある程度の時期が来れば K1 行っていいと思うんですけど、ここでねやっぱりしっかりお客さんをね満足させて初めて、K1 の世界のリングっていうのがふさわしいファイターになると思うんで、やっぱりチャンピオンになったね横山と伊藤に関しては、うん、防衛戦もねさっき大岩がね決まったわけじゃないんですけどね、大岩はもうなんかああいう性格なんで、まあ、決まったみたいな顔してましたけどまあ、あとはねスーパーフェザー級で誰が上がってくるかっていうのも含めて、うん、今日はでもお客さんがすごく熱くてタイトルマッチらしい久々雰囲気だったんじゃないかなと思いますね、うん、もう選手あれだね、なんか横山が来たんだよね、そうです、あれ今降りてこなかった、まだ降りてこなかった、来たような気がした、違うか、まあまあ、ありがとうございました。ちょっと時間押し気味なんで、で、ちょっと、いろいろ検討した結果、クラッシュちょっと一夜明け会見一旦休止ということになりましたんで、今日は総評出して、まあ、チャンピオンこれから2人コメント出して、明日はちょっとなしということ で、その代わりというかなんかいろいろ映像の方でですね、まあ大会後、大会後がね一夜会見終わるといつも何もないで次の大会って移っていくんですよ。ちょっと映像のねチームさんと話して今後クラッシュでなんか映像で何かできないかなみたいな話もちょっとあってですね、まあそういったことも今後できればと思うんですけど、一夜明けは一旦ございませんので、しっかりまあチャンピオンこれから2人来るんで話聞いてもらえればと思います。ありがとうございました、はい、あとはもう3月20日のカードをね決めていかないと、今日はそうですね、あと来週火曜日夕方にちょっとクラッシュの3月大会の会見やります。で3月上旬になると思うんですけど、4月大会も打ち出していきますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。